します。私行ってきます。本当に顔がパキパキの状態になっちゃって大変なので、こちらのメディプラスゲル、こちらのゲル状の美容液で保湿をしたいと思います。どうも、私でございます、夢ランドです。今日はですね、藤原ランドさんがミュージカルに出演中ということで、あ、電子レンジが開いているミュージカルに出演中ということで、帰ってくるのが結構遅い日が続くんですね。まあワンオペの日々が続くわけなんですけれども、そんなワンオペナイト、とある日のワンオペナイトをですね、ちょっと撮影していきたいと持っております。ちょっと洗濯機の音がしますね生活感丸出しでごめんなさいって感じなんですけど、さあこれからですね、まずはジビランドちゃんの習い事へ GO でございます。なんと本日ジビランドちゃんダブルヘッダー、習い事が2個あります。まず私の業務はこれから習い事への送迎でございます。それではそんなワンオペな日、ワンオペ、まあまだナイトじゃないんですけれども、そんな動画よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくやっといて。はい、習い事から一旦帰ってきまして、娘はちょっと宿題を今やってますので、その間にお風呂の準備をしていきたいと思います。帰ってきたらすぐにお風呂に入ることができるようにの用意です。もうちょっと疲れて口が回らなくなってまいりました。はい、では洗っていきます。では続きまして、娘の習い事、本日ダブルヘッダーとお伝えしたと思うんですけれども、あ、ベビーランドちゃんが泣いてる、抱っこしなくちゃ。ベビーランドちゃんを抱っこしながら、チビランドちゃんのもう一つの習い事の送迎に向かいたいと思います。はい、急いで帰ってまいりまして、超特急で晩ご飯を作ります。まず切っておいたブロッコリー、こちらを茹でていきます。はぁ、今日は甘口の麻婆豆腐を作ろうかななんて思っております。今あのチビランドちゃんがベビーさんと遊んでくれてますので助かります。ちょっとお塩を入れて、気をつけてよ、後ろに倒れたおもちゃに頭をぶつけないようにね6歳差だとね、こういうのが助かるんですよ。あの、面倒を見ているのかどうかは分かりませんけれども、遊んでくれるのでね、あのギャーっていうぐずりがあんまりなくて、そこは助かるなっていう年の差育児のありがたいところで、実は意外とチビランドちゃん、おお泣いてる、チビランドちゃんがこの春菊のナムルが好きで、なので春菊のナムルも作ります。もうブロッコリーを茹でた流れで春菊も茹でちゃいます。で、この丸美屋の麻婆豆腐甘口、これはチビランドちゃん食べられるので、こちらの方で、してる？ああ、あれね、ちっちゃい指でプチッと押すよね。ブロッコリーはベビーも食べるんですけど、ベビーのあの冷凍してあるのがあるので、でベビーのを茹でるときは塩なしで茹でないといけないので、今日は
ベビー以外の家族が食べるブロッコリー。ブロッコリーはパパも好きだし、私も大好き。ブロッコリー細かくしてパスタとかにしてもすごい美味しいですよね。はい、ブロッコリー茹でました。そしたらこの同じ鍋でもう春菊も茹でちゃいます。これ洗った春菊、ほんと春菊は一瞬でいいんで。これ水気絞ります。はい、じゃあこちら春菊の水気を切りまして、食べやすい大きさに切ります。はい、そしたらここにごま油適当、鶏ガラスープの素、パラパラパラ、春菊ね、結構あの癖あり野菜の仲間だと思うんですけど、結構チビランドちゃんはナムルにすると何でも食べます。さすがにセロリは食べないんだけど、春菊も食べるし、もちろんほうれん草、小松菜、もやし、人参。ここにちょっとだけ、ほんのちょっとお砂糖、ほんと少し、ここにちょっとだけかき出し醤油ちょろ、このガラスープの素、結構顆粒の粒が粒々なんですけど、よく混ぜてれば溶けるんで大丈夫です。ちょっとごま油、はい、完成。味見します。うん、めっちゃうま。うん、完成。はい、続いてはですね、麻婆豆腐を作っていきます。とろみ粉、これ溶くんだ、私直で入れるのが溶くんだ。とろみ粉は大さじ2で溶く。そうだ、前の動画でもなんか私言われてたな、これ溶かなくてもできたよね、でもそれでフライパンに麻婆豆腐の素1回分みじん切り、麻婆豆腐、待って、お肉追加するからお肉を炒めよう。結構このひき肉って油が出るので油入れませんでした。大体火が通ったら、よいしょ、あとこの方は180を入れ、豆腐は絹豆腐が好きなので絹豆腐を入れます。
立ち、その後一旦火を止め、とろみ粉液をよくかき混ぜてから少しずつ入れる。もうすぐできるからね。で、ネギも今ここで入れちゃいます。ネギもね、火を通せば最近結構立ってくれるので、再度火をつけ、再度火をつけ、全体を混ぜながら煮込む。おいしそう。はい、チビランドちゃんのご飯盛り付けました。麻婆丼ご飯、あ、ちょっとポテトサラダがあったのでポテトサラダを、はい、こちら食べてもらいます。ベビシャンのご飯も、ベビシャンのご飯も中華丼、はい、いただきます。二人ともいただきます。いただきます。はい、ベビシャン、いただきます。はい、いただきます。どう？おいしい。あ、おいしい、よかった。じゃあベビーシャンも食べよう。もうお腹減っちゃってしょうがないんだもんね、ベビーシャン。はい、どうぞ。おいしい。髪の毛ボシャボシャになっちゃったね。おいしい。うん、おいしいね。お、すごい、もりもり食べてる。よし、じゃあゆっくり。なんで今日サードが取るの？え、撮らなきゃいけないから、うん、なんで動画撮ってる時にそんな質問するの？ママも頑張ってるっていうところをみんなに見てもらいたいのよ、うん、まあどこのママもみんな同じ、みんな頑張ってんだけどね。で、どこの子供もみんな忙しい、習い事頑張ってんもんね。はい、じゃあ続きまして、この方をお風呂に入れます。今お姉ちゃんが温まってますから、この方お風呂に入ります。じゃあ私行ってきます。お姉ちゃん待ってます。行ってきます。はい、これからよいしょ、タッチしない、はい、ベビちゃんのスキンケアをします。体はもうね塗ったんですけど、よいしょ、こちらを塗っていきまーす。ポンプ気になる、ポンプ。じゃあさ、ここさ、ポンプ押すんだよ。こうやってポンプでピッピッって押すんだよ。ね？ピッピッ。こちら。なんていうやつ？メディプラス。よいしょ。メディプラス。さ、チビランドちゃんにも貸すからちょっと待って。こちら。これダメよ。これにゃ。そう。ぴょ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 、ぬりぬりぬり、よいしょ、ぬりぬりぬり、バンバン、このもちもちのお肌、ぬり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 。じゃあ、あんにも塗って、おててもぬって、いただきますじゃないんだよ、よいしょ。はい、このもちもちのあんよに、ぬり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 、うん、もちもちあんよ、ぬりぬり、よし、よしよし。はい、もちもち、おお、カメラ気になる、カメラ気になる。はい、それでは私も、流れでお風呂に入っていたので子供たちが待ってるので急いで、スキンケアしたいんですけれども、本当にもう何も塗らないで子供の世話しちゃったりとかすると本当に乾燥しちゃって、もう本当に顔がパキパキの状態になっちゃって大変なので、こちらのメディプラスゲル、こちらのゲル状の美容液で、保湿をしたいと思います。これ本当に優秀で、この1本で
すごく潤うんですよ。では使っていきます。手のひらに2プッシュ。ゲル状なんだけど、肌にのせた瞬間すごくみずみずしく肌にスーッと入っていく。首にも塗って、でもうワンプッシュ取って、気になる目元、あとはこういうほうれい線ね、ほうれい線がね、あとおでこの小じわ、眉間のね、こういうとことか、おしまい。すごくない？これでさ、ものすごくお肌が潤いを感じます。では引き続き子供の世話をして、髪を乾かして子供たちを寝かせたいと思います。すっごく簡単じゃない？もうこれなら子供がぐずる暇もなく、スキンケア完了。もうこれ一本でいいのよ。チャンネル登録よろしくやっといて。はい、というわけで子供たち寝まして、やっと一人時間なんですけど、さっきあの子供たちとお風呂一緒に入った後に私が使ってましたのがこちら、メディプラスゲルなんですけれども、これ本当にね、あのとろりとしたゲル状で本当に伸びがよくって、塗った瞬間からこうぶわーっとこうじわじわ保湿されていくのが分かるすごいアイテムなんですけど、本当にあのお母さんって時間ないじゃないですか。で特にまあ一人でお風呂入れる日はいいんですけど、あの今日みたいに子供たちと一緒に入った後って、子供をずっと裸んぼにしておくわけにもいかないし、じゃあ先に子供にこうクリームとか塗ってお洋服着せてってやってる間、顔に何も塗ってないと本当にパキパキの砂漠状態になっちゃうのね。そういう時に、本当に時間ない時にオールインワンとしてこれ使えるんですよ。これさえ塗っておけば本当にお肌が潤うんですね。今見てもらってわかると思うんですけど、まだピカピカのツルツルの潤ってんの分かります？すごいのよこれ本当に。でオールインワンとしてももちろん使えるし、あのブースターゲルで、あの洗顔後すぐにこれを使って、で今お持ちのスキンケアアイテムをその後に塗ってもらう、これを塗った後にスキンケア、今持っているスキンケアアイテムを使ってもらうと、あの肌なじみをこう良くしてくれる効果も期待できるんですね。なのでオールインワンアイテムとしてはもちろん、今使われているスキンケアアイテムの前にこれを使っていただいて、肌を整えるあの働きも期待できるという、もう優れものなんですよ。実はこれ見える？半分ぐらい使っちゃってるんですけど、朝お化粧前にワンプッシュからツープッシュで、夜寝るときはツープッシュからスリープッシュ使ってたっぷり保湿して寝ております。でこれ共感してもらえる人いるかな、わかんない人ももしかしたらいると思うんですけど、あのお化粧前にこういうゲル状の保湿剤使うと、あのお化粧品ファンデーションと合わなくて、なんか肌からポロポロ白い謎物体出るときない？パパわかんない、まあ、パパ帰ってきてるんだけど、パパ男だからわかんないよね。
これすっごい誰かに共感してもらいたいんだけど、わかる人いるかな謎現象。こういうゲルのアイテムとあのファンデーションとか、あのファンデーション下地とかが合わなくて、相性が合わなくて、ポロポロあの謎物体が出る現象。ああ、わかるよ接着剤みたいなやつや。え、わかる？接着剤のカスみたいな。そう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 。なんでわかんの？なんでわかってたら変な。アドーラン塗った時になったことある？うん、でもわかるわかる、そういうわかる？わ、うん、かってくれたまさかのパパが。わかるでしょ？なったことある人いない？これさ、ならないのよ。ならないのパパこれ、うん、これゲル状のやつなるときない、うん、ある。これね、ならないので、このメディプラスゲルの会社の方にもそれを、これめっちゃすごいですって言ったら、あ、わかりますって言っていただけたんですよ。で、多分同じ化粧品使ってはないと思うから、まあ、もしかしたら合わない化粧品もあるのかもしれないけど、とりあえずこれはね、なりにくいと思ったの。だからそれもお化粧品前、お化粧する前、メイク前にね、安心して使えるから。これ2023年の2月にあのリニューアルしたそうなんですけれども、あの世界初の新独自成分のオゾン化グリセリンっていうのが加わったそうで、これが本当に角質層をサポートして、あの肌荒れや乾燥トラブルから、あの揺るがない、あのみずみずしい張りのある肌に導いてくれるということなんですよ。毎日使うことで一生乾燥しない肌を目指すことができる。なんかそんなこと言われたら毎日使いますみたいなさ感じで今使っております。お得なお知らせがございます。単品通常価格はこちら普通4400円税込みプラス送料660円かかるんですけれども、公式限定キャンペーン定期コース価格、送料込みで 41% オフの初回2980円プラス送料無料で購入できまーすえ、今の分かったパパ、うん、公式限定キャンペーン定期コース価格、送料込みで 41% オフの初回2980円プラス送料無料で購入できます。しかも2週間分のミニボトルプラスサンプルセット付き、ありがとうございます。このさ、2週間分のミニボトルきっと持ち歩けると思うんだよね。あとサンプルセットも付いてるし、今の季節私結構外で鼻かむんですよ。鼻かんだとここカピカピになっちゃうから、そこに出先で塗りたいなこれこれもちろんね、定期コースじゃなくて、まずは単品で買いたいなって方もいると思うんですよ。もちろん単品でも買えます。通常価格での単品購入も可能でございます。まずは試しに1本買っていただいて、その後にキャンペーンの定期コース 41% オフ、もちろんこちらがお得でございますので、その後にキャンペーンの定期コースで買いたいなも OK です。ぜひこのお得なタイミングでご購入いただければと思います。私もうあと半分でなくなっちゃうから、その後また買うと思います。これ本当にめっちゃいいのよ。なんて言って締めよう、パパ、なんて言って締めよう。美しくなってお会いしましょう、ね、というわけで皆様、乾燥に負けない2024年を一緒に過ごしましょう。それではまたプルプルの嫁ランドで次の動画でもお会いしたいと思います。皆さんさようなら。聞いといて言えへんのか何？なんかあんまりグッとこなかったパパね、今の。私さ、基本的にさ、壊れへんのかい。自分で使って本当にいいってものじゃないと紹介しないからまあ結局案件よこの動画、案件なんだけど
使ってみて本当に良くないやつさ、なんかあんまり良くなかったって思われたらなんか嫌じゃん。私何でもかんでも紹介したくないわけ。本当にいいと思ったわけこれは。だからご紹介しましたおかしいというわけでツルツルピカピカ2024年で皆さん過ごしましょう。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょうこれで絶対終わる。さよなら。